サンスターオーラ2モーニングインサイト。 This program is brought to you by サンスターオーラ2。さあここからはあらゆる世界の本質に迫るサンスターオーラ2モーニングインサイト。2015年もファイナルウィークとなりましたが、皆さん大掃除はすでに終えられているでしょうか。今朝はですね、掃除のテクニックはもちろんのことですけども、汚れをためないマインドの作り方にインサイトです。お迎えしたのは家事大好き芸人としてテレビ雑誌に引っ張りだこのこの方、家事エモンこと松橋修太郎さん。おはようモーニング。おはようモーニングということで、松橋と申します。よろしくお願いします。ありがとうございますようこそお越しくださいました。朝からいやありがとうございます。 J-WAVE の素晴らしいスタジオでも気持ちいいです、今日も気持ちいい青空広がってまして、ちょっとね青空が気持ちよくて、ブラインド下げてね、眩しいからね、やってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。松橋修太郎さん、はい、テレビ番組あのニュースで得する人損する人でブレイク、ありがとうございます、秘密道具を駆使して汚れを劇的に落とす姿から、はい、ドラえもんならぬカジエモン、はい、として話題になっております。そのお掃除テクニックをまとめた本、人生の掃除の時間をぐっと縮めるすごい家事、こちらはアマゾン総合ランキングで1位を獲得、10万部の大ヒット。ありがとうございます。ねえ、ありがとうございます。そうです、打倒又吉。いやいや、あと190万部ちょっと売らなきゃいけないんで分野が違いました ね、はい、ね、あちら純文学ですから。そうなんですよ、まあ、あの兄さんなんで、同じ事務所の。あ、どうも兄さん。兄さんすみません、又吉さんもここに来ていただいたことあるんですよ。そうですよね。ねえ、はい、そんな話ではなく、今日は、ね、いや、はい、梶山さんすごい世話になってる先輩なんで、はい、そうですか、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。芸人さんで掃除好き、はい、あんまりこうイメージ組み合わせ面白いとこ行きましたね。でもあの今田耕司さんとかも、あ、僕ちょっとレジェンドとして尊敬してるんですけども、お掃除好き、お掃除好きレジェンドとして。綺麗好きなんですか。そうなんですよ。でもやっぱり芸人さん結構綺麗好きとか整理整頓好きなかったの。そうです、なんかこう凝る方がやっぱ何かをこう掘ってしまう人が多いの。なるほど。ババさんとか、はい、深掘りしていく、深掘りしていくみたいな感じで、はい、世間から掃除の達人と呼ばれるなんて、家事の真髄、はい、これ挙げると何ですかね。やっぱりあの僕は汚れ溜めちゃうタイプなんですよ、はあ、だからあのこうなんか落とし方をどんどん学んでったんで、なんか今田さんとかも毎日綺麗にできる、拭ける人、毎日拭ける人なんで、はあはあ、でやっぱあの主婦の方とかお忙しい方は僕みたいにちょっと汚れを溜めてしまうことが多いと思うので、なんかこう簡単なテクニックみたいなので落としていただく、すぐ終わらせるみたいな。これをね、今日はちょっとご披露いただこうと思うんですけど、はい、こういったマインドから生まれた数々の掃除のテクニックが、はい、まさにこう松橋さん、カジエモンと世間から呼ばせてしまう、呼ばせしめるというところなんですけど、はい、さあここからは家庭でのさまざまなシーン別に知っておくと便利な掃除のコツを、カジエモンこと松橋修太郎さんに教えていただきます、はい、ありがとうございます。まずは、はい、多くの方が掃除の方法に悩んでいるでしょう、この場所です。助けてカジエモン、お風呂場が綺麗にならないよ。お任せください。どうしたらいいですか。お風呂はですね、結構下の方って皆さんあのカビとか取られたりして汚れとか取れると思うんですけども、実はこう天井も汚れてるんですよ。はい、なんかこうカビが黒くなってなくても真っ白でもちょっとでもこう水の乾いた跡とかがあればそこからカビが降ってくるんで、うわわわわわ、そうなんです。だからどうしたね、これも天井をまず拭いていただくっていう簡単なことなんですけども、どんなに綺麗だとしてもやっぱ週に1回、10日に1回とか、月に1回でもいいので、なんかこうエタノールとか消毒液みたいな、あ、これお風呂で使うお風呂用洗剤みたいなので洗ってもいいんですけど、そういう時って胸より上に洗剤ってこうスプレーしちゃうと、そう顔にかかっちゃったり吸い込みがあるの で、胸より下でこうなんていうんですか、こうフロアモップみたいなものにこう含ませて、こう天井を、はい、拭いていただくとか、この辺がね、この辺がなかなか気づかないで、これシューなんてやっちゃうんですよ。そう、ダメダメダメ、危ないんですよ。気をつけましょうね、はい、う、胸より下で、はい、で天井拭いていただくと今度カビが入るサイクルがもう上から降ってこないので、うんうんうん、はい、他にもお風呂でこう気をつけなきゃいけない難しいとこってどこですかね。やっぱゴムパッキンのところですかね。あ、はい、これもね、そうなんですよ、どうしたもんかなと思いますよね、はい、ああいうとこラップしていただいてこう薬剤がこう乾くのを防いでいただいたりとか、はい、あとなんかこう液体の
なんていうんですかね、あの塩素系の漂白剤とかも、はい、ちょっとなんか小麦粉とか、あの片栗粉とか混ぜてトロトロにしてかけていただく、それでラップしていただくとか。はあ、そうすると空いたところや、はい、それからこうタイルの目地みたいなところ、はい、ジェルタイプのなんかそういう目地用のものとか売ってるんですけど、なんかそういうの買わなくて もうサラサラしたものでも小麦粉をうまく使うんだ、片栗粉とかそういうものちょっと混ぜていただいて、それからラップをうまく使うとか、ラップをするとこうジェルタイプのものと同じような感じに、ちょっと。あと鏡ね、はい、これも結構大変なんですよ、綺麗にするの。そうなんですよ、鏡はですね、なんかこうスポンジとかでクレンザーとか、そういう研磨剤みたいのを使って磨くと思うんですけども、スポンジじゃなくてサランラップでこうやっていただくと、スポンジの中にこう洗剤が入っちゃったんで、そうなんですよ、ラップだとこう中に入っていかないので、より洗剤の力を引き出せるという。結構ラップ活躍ですね。いや結構いいんですよ、もう一回使ったラップでも全然いいので、何かこういかがでしょう、はい、もうね、皆さんもすでにね活用しているものもあるかもしれませんけど、はい、さあ続いてのお悩みはこちら、はい、助けてカジエモン、重曹とクエン酸ってよく聞くけどよくわからないよ。これは確かにもうどう使ったらいいのかっていうのがすいません、いまいちその前に言っていいですか、はい、僕ね一生懸命伸びたになろうとしてるんですけど、ね、はい、なりきれてないですね。結構いい感じで、ちょっとすいません、すいません言い返しちゃったんですけど、この問題はどうしたですか、はい、重曹とクエン酸、はい、最近よく聞くんですよこれ。そうですよね、うん、結構安くてスーパーとかどこでも手に入るんですけど、まあ、重曹は、はい、まあ、結構油とかタンパク質ですかね、やっぱ手垢とか、はい、キッチン周りの油とか、うん、そういうところに使えるんですよ。はで、さらに粉のまんまで使いますと、はい、ちょっと研磨剤としても使えるので、重曹は、はい、重曹はなのでこうクレンザー代わりに粉のまんまやって、それラップで磨いてもらうとか、またラップだ、シンクとか、へえ、はい、クエン酸は、はい、クエン酸は今度水垢をちょっとこう溶かしてくれるような効果があるので、は例えばキッチンとか のシンクとか、うん、お風呂の鏡とかそういうところにちょっと水に溶かしてスプレーしてラップをして、うん、この溶かしていくというか、これどっちをどういう用途にっていうのは今だいぶ聞いて分かってきましたけども、はい、なかなかこう水の薄め方とかね、はい、使い勝手ってね、あでももうだいたい 500cc に 5g とか入れていただくぐらいでいいので、そんなもんでいいの、そんなもんでいいですね、なんか大量に入れなきゃいけない気分が勝手にしてましたけど全然ちょっとで大丈夫ですよ。あそうですか、濃度は全然コントロールして、あと除菌とか消臭の効果もクエン酸はあるので、はい、なんかこうペットの匂いとかそういうところとか、へえ、はい、重曹クエン酸、はい、皆さんはどうですか、まあ、今やお掃除の定番となっている2つですけれどもね、 そうなんです、それぞれの向き不向きちゃんと理解しなくちゃいけませんよ皆さん。サンスターオーラ2モーニングインサイト、さあ、はい、モーニングインサイト、今朝は家事大好き芸人カジエモンこと松橋修太郎さんをお迎えして、はい、年末の大掃除テクニック伝授いただいております。さあ松橋さんのお掃除テクニック、いわゆるお掃除道具に頼るだけじゃなくて普段の暮らしの中にある日用品を掃除の秘密道具に変えてしまうということなんですけども、ちょっと後半はそんな秘密道具の作り方インサイト教えてください。はい、まずはこちら、プラスチック製のポイントカード。ありがとうございます。ドラえもん風、ドラえもん風のイメージ、ケンプドラえもん。ありがとうございます。これどういうことですか？これ蛇口の付け根の部分とかで、はい、なんかこう白い水垢がこう溜まったりするじゃないですか。はい、そういうところとか、あと五徳ですか？そのキッチンのそういうところの焦げとかを取るときに、うん、もういらなくなったポイントカードがちょうどいい硬さなんですよね、プラスチック。はあ、はあ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 。それをうまく使う。それをうまく使いますと、ヘラみたいに使うってことですか？そうなんですよ。はあ。でこう4等分していただくと、4回使えるんで。あ、はい。もったいない精神ですね。そうなんです。でちょうどカタカナの目みたいな感じで切っていただくと、うん、ああ。ちょっとこう縦の線が斜めで横はまっすぐ切ると。ちょっと尖った感じになるんですよね。ちょっと対角線に切る。一個一個が、はい。そうですね。鋭角になりますね。そうするとちょっとこうカリカリカリっていけるし。へえ。そんな使い方。そうですよ。もう想像だにしなかった。でも
身近にありますもんね。はい、うん、そうなんです。そして続いてはこちら、はい、キッチンペーパー&ラップ。どんどん上手くなってきてるってことで、ありがとうございます。すいません。上手な上手になってきて。これは？ありがとうございます。これはですね、だ先ほどちょっといっぱいあのラップを使わせていただいたんですけども、キッチンペーパーもあの洗剤とかをこう含ませていただいて、カビ取り剤とかを、はい、それでこう例えば、お風呂とかってスプレーしてもこう垂れても大丈夫じゃないですか。はい、でも例えばあの部屋の中のベランダのこのところのサッシのゴムの部分とかにやりたいときはこうあんまり全体的に含ませたくないので、ちゃんとキッチンペーパーをこよりのようにこうやっていただいて、そこにつけてラップしてこうやっていただくと、まあ、そしてそこに薬剤がちゃんと残るように、はい、いわば湿布みたいにするわけですね。そうですそうですそうです。はあ、そうなんですよ。こういうのもね、聞けばあなるほどねと思うんですけど、はい、こう言われないとなかなかこう自分ではね。いやそうなんです。なかなかやっぱあの芸人としての仕事そんなないので、あのお家でずっと掃除してるんですよね。えさらっと言わないでください、はい、そういうこと増やしましょう。でも若手芸人ってもう時間だけはあるんで、ね、あそうですか、はい、お願いしますよ事務所の皆さんもね。ねえ、いやいやいや、ね、年末年始稼ぎ時だもんね。今日はもうこうやってね、うん、あの出させていただいてます、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあいきますよ、はい、最後にこちら、はい、ゴム手袋。ありがとうございます。すいません、もう大物俳優の方にやらせることじゃないんですけど、 いいんですよ。あの、ありがとうございます。だいたん時間も差し迫ってきましたね。はい、ゴム手袋ってどんな感じで。ゴム手袋はですね、つけていただいてカーペットを撫でていただくだけで、はい、結構頑固な髪の毛とか引っかかってるものもホコリも全部取れちゃうんですよ。あ、手袋自体で拭いちゃうみたいな。そうなの。そうするとゴムのこうグリップが効きますん でちょっとこう静電気も帯びてホコリとかも結構集まりやすくなるんですね。これもねゴム手袋して他のことやろうとしちゃいますからね、はい、だからね、はい、そうなんです。乾いたところもゴムってこう手袋自体をうまく使う、はい、さあ今日伺った梶右衛門こと、はい、松橋修太郎さんのお掃除テクニックに加えそう、今日はですねお話伺えなかったんですけど、実は料理もね、はい、料理も好きなんです。すごいのこれ、これ料理術にも長けていて、ありがとうございます。さあそんな梶右衛門さん、はい、この一冊、はい、人生の掃除の時間をぐっと縮めるすごい家事、はい、ワニブックスから発売中です。はい、よろしくお願いします。もうね、この本は普段の掃除が最後まで行き届かないという人、これ一人暮らしの人にも今ちょっとね紹介しましたけども、それ以外にもいろんなね、はい、ものが紹介されてますんで。そうなんです。僕は本当掃除が下手なんですけども、そんな僕でもできた技がこれ載ってますんで。僕はねお掃除にもね、あのショッキングにいろいろ勉強しましたけど、今日はそうめんとバターで作る手作りクロワッサンというこの、ありがとうございます。今度料理でもまたちょっとね、ぜひお話を伺いたい気分ですね、はい、ありがとうございます。さあ、はい、最後に、ここまで年越しに向かって大掃除のテクニック伺ってきましたけども、はい、松橋さんが提唱する大掃除と向き合うための秘訣何でしょう、教えてください。やっぱりもう忙しいのでね、ささっとこういいアイテムとかを使っていただいて終わらせるということですかね。もうね手際よく。そうなんですよ、あんまり時間かけず、はい、うん、で汚れっていうのは実はあったかい方が汚れ落ちやすいので、うん、来年は夏休みに大掃除を終わらしちゃって、え年末はもうプチ掃除という感じで。それぐらいの余裕が欲しいね2016年。はい、大掃除を年末にってことに限らなくていいんですよね。そうなんですよ、実は夏の方が汚れ落ちやすいんですよ。え、家族も大衆油とかここ柔らかくなってますんで。そうか、季節柄、はい、ですぐ乾きますし換気扇洗ってお庭に干して。そうだよね、何も寒い時に冷たい水でねやらなくてもいいんですよ。夏場やろう、はい、夏の大掃除ってどう。そうなんですよ、これちょっとその辺のコラボもこの本にも載ってるんで特集するか来年ね、はい、やりましょう。プロデューサーに、あれプロデューサー今、うん、あちょっとぼーっと今一回プロデューサーの方のお家も掃除しに行きますね。あ行くってよ、はい、ほらね奥さんに言っといて今日行きましょう、もう一回。サンスターオーラツーモーニングインサイト、今朝は家事大好き芸人梶右衛門こと松橋修太郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。